Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Buzz77610. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire des Chevaliers du Zodiac, Soldier Sol, Senseiya. On va partir pour Asgard. Bonne vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne pour me faire connaître. Gros bisous, c'est parti, je vous laisse profiter. Posez-vous dans le canapé, prenez les pop-corn et savourez. アツキ戦い、あなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神、オーディンの地上代行者であるヒルダのもとに、伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアーが新たに結集した。 Alors, le premier combat, c'est Seiya contre Thor. Et vous allez voir la différence de taille, elle est pas mal. Allez, c'est parti. 日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ級へ向かうセイヤとヒョウが旬だったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミョルニルハンマーによってお前たち3人の首 ことごとく話してくれよ。まだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていた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 。まだま
俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように温かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らにはわかるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとってはすでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し世界に君臨し支配するのだ。Bon là, comme pour le sanctuaire, j'ai tout en S, hein. Donc je vais pouvoir me focaliser sur le combat et non sur les défis. Vous avez vu la taille ? アテナを守るためにここにいるんだ。セイントをあまり甘く見てんじゃないぜ。桁違いのパワーだ。今まで戦ってきたどんな相手にも諦めるわけにはいかない。俺はここで諦めてしまう。沙織さん、アテナだ。どうやって戦えばいいんだ。このトーンの強大なパワーに打ち勝つことが俺にできるのか。俺たち12球で懸命に戦いながら、いろいろなことに学んだ。セイントの誇りを忘れず、逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。アルデバランのクレートホーンはハイオリアの高得点を見切ったこの目で。アルデバランのクレートホーン、ハイオリアの高得点を俺は打ち破ったんだ。あの時はアテナを助けるために必死だったが、それは今も同じ。俺にはできる。俺のコストJ'aurais pas dû. お前たちセイントにアスガルドのゴッドウォーリアー。何を？なぜなら、お前たちセイントのゴッドウォーリアーはヒルダ様を守り、共に戦うこの日の英雄。
ça passe. Avec du mal, mais ça passe. Mon cosmo の方が少し上だったようだな。Il surpassait, Vite fait, hein. Vite fait. Tol. Hilda wa nanimono ka niyotte Nibelungen no yubi o hamerare, sono maryoku ni ayatsurare teiru nda. Dakara ore tachi wa Dabare! Mohaya mondou mo yo, tatakau no mi. Soko made da. Buji datta ka, Seiya? Shiryu. Okurete suman.老師の元から今駆けつけたんだ。シリュー、俺のことより氷河たちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュー。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いたものはニーベルンゲンの指輪であろうということも。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということはシリュウ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。七人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、そんなことができると思っているのか。シリュウ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。あれ、ドジェムウンド。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイト。こいつを倒さなければ沙織さんは救えない。俺は勝つしかないんだ。なるほど、俺の剣を浴び傷つきながら船刺しのコスモは心がますます固まっていく。だが所詮ここまでがゲッド。昔のヒルダ様のコスモは何よりも高く、一体の狩人の檻にも取り合いの言葉をかけてくださった。しかしやはりペガサスの言っていたことは正しかったのかもしれん。あの気高く美しいパーフェクト。ウィーウィナーパーフェクト。レジャミー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。En même temps, c'est plus avantageux, hein. Plus c'est grand, plus c'est facile à atteindre. Migoto da. Souda Pegasus. Obae nara. Hilda sama o ano toki no yo na. Kedakaku. Atataka na kosmo ni tsumareta. Hilda sama ni modoshite kureru kamo shirenai. Baka na. Ore no ryuseken wa.確かに奴の体を貫いたはず。なのにまだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待て、セイヤ。奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。セイヤ、これが老師の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。 Voilà l'entrée en matière pour le combat contre Asgard. 必ずヴァルハラ級で会おう。よし、行こう。Alors, le premier combat, c'est contre Fenrir. Et nous allons combattre avec Shiryu.
Le deuxième contre Hagen avec Yoga. Et le dernier des trois combats, Mime avec Shen. C'est parti les amis. ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、セイヤたちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリュウだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。やつもゴッドウォーリアーなら守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼、イプシロン星アリオトのフェンリル。ドラゴンのセイントシリュウだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨みたっぷり晴らしてやるぞ。 Leurs armures est magnifique, je trouve. Vraiment. Le bleu, c'est pas ma couleur préférée, mais la sienne, elle est particulièrement belle quand même. このシリュウ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。はいと。隙が全くない。少しはやるようだな。ノーザン軍ロケーゴッドウォーリア、ノーザン軍ロケーアリオとのフェンリルだ。お前を皮一枚残してあげよう。兵役を晒してくれるわ。周囲を取り巻く気配は狼か。また俺を襲わせるつもりか。ノーザン、お前のとき俺一人でこと足りる。ギングはお前が生き返るのを待っているのだ。あ、いぺっかいまらまるで見えない。何のノーザン軍ロケン。どうだウルフクルエルティクローの威力を。次はその喉笛をかっきってやるぞ。どうぞどうぞ。素晴らしい。もうすぐ捕らえられるものではない。チャンスがあるとしたら。Oh là là, il fait super mal. J'avais pas le choix. Par contre, je crois pas que je le tue. Ouais, c'est bien ce qui me semblait.どうだフェンリル、ロザンの大爆発さえ逆流させるよ。このシリュウの剣の味は、ロザン昇竜強いな。ウーロロロロロ。このままおとなしくしていいの。この最強の剣と盾の前に敵はない。Qu'est-ce que c'était compliqué là? 修行を一からやり直さねば。Tu m'étonnes. Je dois reprendre l'entraînement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーンサファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディーンサファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディーンサファイアを揃えぬ限り邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何をよまいごと。わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限りこの地上に迫った危機を救えないのだ。テンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。
だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀具が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。ストアはだが俺はどんなことがあっても人間を仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。Ouais. Le mec il s'est confié mais il veut plus parler. C'est toi-même tu t'es confié mon bonhomme. Kono Shiryu. Zenryoku de omae o taosu. Eien ni gokkan jigoku de kurushimu ga ii. Haito. Omae no Odin Sakai o kuni ireru made tatoe kono mi ga hiki sakare yo hiku wake ni ga ikanai no da. Ah il est déchaîné. Omae ga shinjiru ninnen no tame nano ka. So da.この事情に人類に迫った危機を救うため、勝者薄い俺たちなど滅ぶ方が地上のためなのだ。アテナと共にノーザン軍ローグガルドの塵とかすがいい。なんだこれですよ。ヒルダ様のものともまた違った。俺には常にアテナが、そしてイカさん、トレがついていてくれるのだ。黙れ黙れシリュー。人間など信じぬ俺と人間どもを信じるお前との人気を切るな。今の国で再び目覚めよ。まだ俺は究極のコスモセブンセンシズよ。そのエンディング、このシリューの国を奪い切れたのだ。行くぞ。ボザン流出。おーらばーし、その運命に臆することなく立ち向かっているんだ。ノザン comment j'ai fait comment j'ai fait faut pas この最強の剣と盾の前に d'accord 敵はない。 moi ça me va hein, je sais pas comment j'ai fait pour le toucher alors que c'est lui qui m'attaquait, mais bon on va pas se plaindre hein. Écoutez ABB vol du dragon est maintenant consultable.C'est cool, en plus je débloque des trucs. Bacana King! Allez. Fenrir. 今度生まれてくる時は親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。Deuxième guerrier divin vaincu. Combat avec Hyuga, ça va être compliqué, je pense. 四方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこには、ヒルダの忠実な戦士である七人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのは、ヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。あ、elle est trop belle son armure。お前は人呼んで北欧のアラクレウマ、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河。フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め。このハーゲンが成敗してくれる。何？フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせたお前の罪、死してもあまりある。ヒルダ様にかまってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。うん、偉そうに。ぬBon, vous avez remarqué, eux, ils ont tous un bonus, hein. Moi. Je dois me démerder tout seul. Oh là là. Je surkiffe son armure.
なんと攻撃的なコスモンだ。ゴールドセイントに勝るとも劣る程度か。ありえない。このハーゲンと何秒相対してやれるか。なぜだ。ハーゲンが僕の心を立たずという言葉をお前に送ってやろう。カリツォ。少しはやるな。その言葉。返してやるぜ。俺に狙いをつけられて無事に生きながらえたやつは残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者なやつだぜ。ガーディン、お前のオーディンサファイアはその氷河がいただく。オーディンサファイアだ。どの新章前、そしてヒルダを救う。あのそうするしかしないんだ。俺はスレイに悲しい思いをさせてくれ。フレア様の名前を気安く呼ぶ。東シベリアでクリスタルセイント、通称アクナリアスのゴールセイント、神から授けられた技を受けてみよう。そっか、程度か。ウィナークールに徹して敵を撃つ。アンチャオヌルメーアンチ俺の陶器ではダメだったというのか。ヒョウガ、俺のオーディーンサファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。Eh non les amis, il s'est pas enfui, il a juste changé de terrain. 待っていたぞ、キグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさかアスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。でたらめを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。でたらめではありません。フレア様、こんなところにいたんだね、ヒョウガ。キキ、お前がテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。全ては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対してそのお言葉はあまりにも無体な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちをあまねく陽光を降り注ぐ地に導いてくださるというヒルダ様の御心にベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、フレアの言う通りなんだぞ。黙れ、すべての元凶は氷河、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。C'est pas possible d'être aussi têtu comme une mule comme ça là. Ah, puis moi j'ai moins de santé, pourquoi? 男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。はい、と。愛する妹に裏切られ、ヒルダ様もさぞ同じ気のことだろう。今日は貴様こそ万死に値する男よ。
違う、ヒルダは地上に興味を持つ邪悪の戦いを仕掛けてきた張本人なのだ。グレートアーデッドプレッシャー、その程度か、あのその程度か、ダイヤモンドダスト、うわなんのオーロラサンダー、なんだ、ここは常に常識を超えた温度なのだ。波の人間の身を踏んで息が詰まる。特にキグナス、シベリア育ちのお前にはこの暑さは答えるだ。俺のコスモが限界まで高まる。セブンキグナスのフォーク、オーロラサンダー、oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Allez, fous-moi le camp là-bas là! Cool, ni teste, teki ou ut! Mada cool, ni teste, qui l'aime pas! C'est pas grave, grand B, on s'en fout, allez! Choto, on est là! Yamete, Hagen! Furia-sama! Hagen!私を信じて、フレア様、どいてください。どきません。ヒョウガ、俺はお前が心底に憎いぜ。やめろハーゲン、俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい、フレア様。うフレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートアーデッドプレッシャー、うわっ、うわー、フリア様。お姉ちゃん、ヒョウガ大丈夫？ヒョウガ、ouais ouais, ils vont bien, ils viennent de se prendre une rafale de volcan, mais ils vont bien. フレアの思いを無にしたお前の罪、システムなおあまりあるぞ。何を呼釈だ、はあ、俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ、はあ、グレートアーデントプレッシャー、オーロラエクスキューション、何、うわあ、クリア様。バシモンポエト、attends, il est sérieux lui. L'autre il hurle Dame Freya alors qu'il a voulu la tuer quoi. Hagen, Hagen. Et puis elle, elle va le pleurer, n'importe quoi. Onee-chan. N'importe quoi. Kiki, munashii tatakai da na. Allez, dernier combat avec Mim et Shen.Bon, avec Shen, ça va être, j'imagine, それぞれに分かれ、ゴッドウォーリアたちを迎え撃ちながら進む聖夜たち。シュンもまた雪に埋もれた廃墟を通り抜け、ワルハラ宮を目指していたが、どこからともなく流れてきた盾ごとの音色に足を止めるのだった。なんて美しい曲なんだ。美しく、それでいて悲しい。誰かいるんだろうか。Non, non, y a personne.僕のチェーンはまるで動かない。私の曲が気に入ってくれたようだね。Son armure elle est terrible。あなたは？Dans la couleur que je préfère。データ製ベネトマーシュのミーメ。この曲は君のためのレクイエム、いわば死の序曲というわけだ。ベネトマーシュのミーメ。私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。Eh ben on va fermer les pages。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。残念だけど、僕にはアテナを救い、この地上を守るという役目がある。その目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら、戦うまでだ。メデュアチェーン。僕のチェーンが戸惑っている、ね、そんなはずは。気がつかないのか、アンドロメダ。君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し、強力な武器となる。だが必ずしも相手が殺気をみなぎらせているとは限らない。
このミーメのように。Là, ça va être pratique pour le battre. Ça va être très pratique. どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。私には君の心が手に取るようにわかる。はいと。ここだ。本当だ。トリンガーレクイエム。ミーメには殺気など微塵もない。それどころか深い悲しみに満ちたコスモすら感じる。所詮君にはこの私は倒せない。君のチェーンが示すように君自身が戦いに向いていないのだ。そんな攻撃では。ガンダム。エビュラチェーン。アンドロメダ、この地上はそれほどまでして守るに値するものか。君の考えている科学や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているようだ。なぜそれほどまでに強力な剣を放つミーメに殺気を感じないんだ。まさか誰だ。ストリンガー竹本を調べない。僕の神経を幻惑し自らの殺意を消してしまっているのだな。よくぞ見破った。だがそれだけじゃない。チェーンが反応しないのは元々の幻覚だけが理由じゃない。あなたはなぜ戦うんだ。あなたも本当は僕と同じように戦いを望んでいないんじゃないのか。ないよバカな。君がそこまで気がついたのは一体誰のせいだというのだ。僕はあなたを敵としているのだ。 We are the champion。バイ。ウィナー。ビズ。僕の力だけではここ傷つけてしまったかな。ミーメ、あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだアンドロメダ。誰だ。一騎。フェニックス一騎。Vous avez vu la nouvelle armée aussi。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミーメ、シュンの言った通りだ。お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であっても、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。私から殺気を感じないだと。私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと。私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ孤独だけが友だった。だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、フォルケルがある戦士と戦い傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを。このミーメの実の父と母を、フォルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣をアテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にもわからなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、よまいごとを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。
Deuxième round, les amis, avec ici les chevaliers du Phénix. この線を越えると死ぬぞ。私には君の心が手に取るようにわかる。はいと。君はもう逃げられない。初めてお前の説教か。それほどまでにこの俺が憎いか。万が一この俺を倒したところでその憎しみが消えるわけではないの。ミーミュー、お前自身が一番よく分かっているはずだ。お前が本当に憎んでいる。まして父フォルケルでもない愛する父を殺してしまう自分自身なのだ。黙れ、勝手な想像をやめろ。ミーミュー、潔く自らの罪を認め、あの世の父に詫びよ。そして祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父フォルケルの望みではなかったのか。黙れ、黙れと言っているのは許さない。フェニックス、君という男のどこに存在か。いかにお前が殺気に満ち溢れよう、必ずしもコスモが高まったことにはならない。どこへ行こうと俺の勝手だ。本気を出すべきだったか。デグフェニックス幻魔拳。なるほど、これが幻魔拳か。私の盾ごとの調べと同じく幻覚作用を持つわけだな。だが私はこんなものにごまかされはしない。一つだけ言っておくミーム、それは幻覚などではない。お前の心の底に眠る確かな記憶だ。何？ではフォルケルは父や母を見逃そうとして父に襲われ、やむなく殺すしかなかったというのか。嘘だ、やめろやめろ。バカな、こんなことが万一本当だとしたら、私は今まで一体私としたことは。Qu'est-ce qu'ils sont têtus, ces Asgardiens? C'est pas possible. 父を自分の手で殺した罪を恐れる。Incroyable. 父を憎もうとしているのに過ぎないのだ。だがお前は心の底で今でも父を慕い、愛しているのだ。ひょっとしてホルケルはこのミーメがゴッドウォリアとしての宿命を持っていたことを悟っていたのか。そのためにあのような厳しい訓練を私に、この私に愛する祖国アスガルドを託してな、ならばフェニックスよ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。ミーメから殺気が消えた。でも前よりもさらに強大なコスモを感じる。憎悪は失せて、代わりに凄まじい気迫と闘志に満ち溢れている。よかろう、来い、メイメよ。キエー父さん、ミーメは間もなくあなたのそばに行きます。私はゴッドウォリアとしてあなたの意志を継ぐことはできませんでした。しかしこのフェニックスたちが必ずアスガルドを、この地上を守ってくれるでしょう。頼んだぞフェニックス、そしてアンドロメダ。あ、オーディン・サファイア。シュン、聖夜たちが待っているはずだ。俺に構わず先へ進め。
でも行くんだシェン。中二中の時にも約束したはずだぞ。何が起ころうと俺たちは決して後ろは振り返らんぞと。De manière, on sait très bien que le phénix connaît toujours de ses cendres. Voilà les amis, sur ce dernier combat contre Mime avec Shen et Iki, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à partager le lien de la chaîne pour me faire connaître. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour la suite de Asgard. La deuxième histoire principale des Chevaliers du Zodiaque, Senseiya Soldier Soul. Prenez soin de vous les amis, salut salut, bisous bisous!